どうも、清志郎です。今回はちょっとコアな技なんで、まあ、再生数いかないと思うんで、もう1人ね、3回ぐらい見てほしいんですけど、タックフルって技の方をします。タックっていうから抱え込むのかって思うかもしれないんですけど、別にそんなことなくて、タックフルはバニッシュのフルツイストです。まあ、これやる前に昔挙げたバニッシュナイン講座とかスタンフル講座を見て、おのおのの動きの形理解しておいた方がいいんですけど、それをフルツイストにします。つまり片足ずつついて、片足ずつ離れてフルツイストします。で、まあ一番最初にやるとしたら、みんなスクートとかからタックフルはすると思うんですけど、タックフル注意してほしいのが、フルツイスト系の中でも結構上位に入るぐらいむずいです。カートフル、コーク、ポップフル、ラップフルとかいっぱいあると思うんですけど、この中でもね、特に難しいです。なのでスクートフルとかコークとかラップフルとか何もできてない状態で最初にやるフルツイスト、これにするヤバ人はあんまりいないと思うんですけど、まあ、とにかくフルツイストを大まかに理解してからやるようにしてください。まあ、ざっとやるとこんな感じです。タックフルは必要な技を理解しておくと結構早いです。まず絶対に助走技しっかり使えることと、バニッシュナイン絶対覚えてください。バニッシュナインを今回めっちゃ使うんで、バニッシュナインでね、体を鳴らしておいてください。なんかギリギリのバニッシュナインじゃなくて、ちゃんとバニッシュナインできるようにしてください。まずバニッシュナインを蹴らずにやってみてください。膝曲がったまま終わるってことです。はい、まあ、こんな感じです。で、膝が曲がってることによって宙返り軸がしっかり乗っかって、あの軸をコンパクトにキープできるんで、膝を曲げてバニッシュナインをなるべく丸めます。このバニッシュナインの時に特に注意したいのが、しっかりこの左足、スクート終わった後の最初につく足をバニッシュナインの最初でしっかり動かしてないのにバニッシュナインしようとすると、多分なんか全然回転足りないで700とか800になったりすると思うんで、しっかり回してください。で、これを徐々に膝をくっつけて長い間丸まる感覚をつけます。はい、まあバニッシュナインが結構うまくて腹筋がある人だったらここまでできると思うんですけど、まあ逆にこれできない人は多分タックフルあんまできないんで、このバニッシュナインのなんか膝曲げたやつをしっかり地面見ながら一回やってみます。地面見るってことは軸が入り始めるので、ちょっとね、あの感覚変わるんで、ここで不安な人はマットとかね、あの安全なところでやってください。スクート割ってこうだったものをこうするイメージ。タックフルなり始めかなぐらいにはなったと思うんですけど、まあ、これはある程度バニッシュの動きが慣れてて、フルツイストをね、軸抜きでもできるみたいな人だったらすぐできるんですけど、ここで他のフルツイストが全く経験積めてなくて、やったことない人がやるとやりたくなくなるぐらい痛い落ち方するんで、どんどんこのバニッシュの動き早くします。遅いと軸にも限界が来るんで、スクートから起こしてすぐあのタックフルを始めるって感覚でやってみてください。で、それで地面見えてたら多分なんとなくタックフルになってくるんで、まあ、ここから先はおのおの使い方とか好きな軸とか入り方とかちょっと決めたいと思うので、まあ無限大に可能性はある技なんですけど、結構経験値が必要なのと、なんかそれタックフルなんみたいな、まだバニッシュないんじゃねえのみたいなタックフルする人結構多いんで、あのその辺は厳しめにやってください。まあ実際タックフルとかはトリッキングの中でも難しめのフルツイストなんで、基礎積んで俺の再生リストから初級編全部クリアする勢いでやった後に、しっかりそこら辺をこなしてからやるようにしてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。